浅草公園ルナパーク正門浅草公園ルナパークは日本で最初にできたルナパークの名前を冠する遊園地である。東京浅草公園ロックで1910年に開業し、1911年に閉園した。河浦健一の映画会社である吉沢商店によって建設され所有されていた。ニューヨークのコニーアイランドに1903年に開業した。 ルナパークを模して設計。1910年9月10日、日本パノラマ館の跡地約1200坪、東京市浅草区公園ロックで開業。夜間も開いている、ガツの公園と言われ、高さ15メートルの人口山と、幕府、天文館、木馬館、記者活動写真館、映画館、飲食店などを設けた。人気があり、盛況であったが、 1911年4月29日に、漏電が原因で火災により消失、わずか8ヶ月のみの営業であった。ちなみに、1907年に、上野公園で開かれた、東京官業博覧会で建てられ有名になった、観覧車は、浅草公園ルナパークに移設された。蒸気の火災と、ほぼ同時期に、川浦の所有する大阪の映画館日軒も、不審火で消失した。 原因は放火だったとされている。この三件の火災により、吉沢商店は苦境に陥り、アメリカから進出してくる海外映画産業などとの競争が厳しい状況となった。川浦はエムパテー商会のオーナーである梅谷小吉に吉沢商店を37万5000ドルで売却した。そして川浦は新しいルナパークを東京ではなく、 大阪に建設することを決めた。大阪新世界のルナパークは1912年に開園し、1923年に閉園した。ありがとうございます。